どうも、みつみついと申します。というわけでね、2月になり新しいシーズンになりました。今シーズンはなんとですね、錦糸宮伝説ポケモンが1匹だけパーティーに入れられるというね、魔界みたいな環境でございます。よろしくお願いいたします。まあ要はね、つまり竜王戦と同じルールということで、私もね、竜王戦で使ったお気に入りのね、伝説ポケモンルギアをね、入れてみました。まあパーティーとかね、技構成はちょっとね、竜王戦から変えましたけども、ランクマッチ仕様ね、カスタマイズしてまいりましたんで、というわけでね、よろしくお願いします。まあ相手氏のパーティー、あれですね、バドレックスがいますね。あの馬と合体したバージョンの、まあ、こんなね、ほんと化け物みたいなポケモンがゴロゴロ出てくるね、環境に今なっとるわけですよ。もうていうか、相手のパーティーミミッキー以外、いわゆる伝説ポケモンですよね。伝説&純伝っていうね、恐ろしいちょっと待って、だいぶ待って、え、これで勝てんのウソッキーゴリランダールギアっていう、いやーこれもうそうだぜ、もう禁伝出すなら逆に純伝を禁止するとかさ、そういうなんかあれいるんじゃないの。もう やばいぜ、もう平均値があれの。はい、バドレックスさん、バドレックスってあれか、こいつあれだな、あの2つの特性合わせ持つんだよね。緊張感があるから胃盤の実が食えねえんだ。うわ、これまずいね、微妙に。バドレックスってあれじゃないかな、物理だよね、このあれは。カウンターでワンチャン取れたりしないか、ちょっとギャンブルカウンターやってみるか。ギャンブルカウンター、あ、引っ込めた。あ、じゃあ、あ、いいです。あー、そう、あー、なるほどね、はい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 、まあいいや。じゃあこれは普通にガンプーでいいわ。ジャレッキュー、うん、絶妙なパワーですね。次で変な乱数とか引かれて、なんか結局イバンの実食えないやんけ、ドアホーみたいなことになったら私は嫌ですけど、ここは岩石封じをもう一回。あ、すでにもう上取ってる。このミミキ遅いね。一回 S あれしただけで。ああ、トリックルームね。なるほどですね。まったく。バドレックスを展開させようっちゅうお話かい。じゃあ、ここステルスロック打っときましょうか。ここはステルスロックってちょっとでもね、後続への負荷をかけつつ、ミミッキュが呪いで退場していきます。はいはい。でもバドレックスよりもウソッキーの方が遅いんだよね、正直。正直ウソッキーの方が遅いので、この状況下でもこっちが上取れるんじゃないですかね。ね、なんかこうウソッキーが動かなすぎて画面フリーズしたんかと思ったやべ、フリーズしたと思って。キャプチャーボード変えたばっかりなのにね、この度ね、私キャプチャーボードの方変えましてね、2016年から4年間使ってきたキャプチャーボードが先日ね、お亡くなりになりましてね、2万6000円とか出してね、新しいの買いましたよ。よろしくお願いしますね諸刃の続きを打っていいやら悪いやら、いや打つか、もう打とう、当ててくれよ、ウソッキー当てて、お願い、マジで、よし、偉すぎる、神ポケモンほら、錦糸宮伝説よりもウソッキーのが強いんじゃ、ほらよしよしよし、これでさらにトリックルームもね、ただ乗りしたいんだけど反動があるから無理。まあ相手もね、まだダイマックス残ってますからね。ルギア行っていいんかな。まあでもそうだね、ルギアだな、ここは。夢叶えしルギアね、かっこいい、龍が如くみたいでしょ、クレセリア。おっとおっとだな、最後の最後にこんなやつが残ってたか、これはおもんないね。こうお互い耐久ポケモン同士、ただ耐久ポケモンだったらね、向こうの方が分があるんじゃないかな。向こうは多分ガチ耐久型で来ると思うんでね。でルギアはなんか耐久ありつつも、その攻めに転じないとどうしても勝てないポケモンなので、なんかクレセリアはなんかずっとなんか回復してるだけでなんか勝っていこうぜみたいな雰囲気が
漂わすことがあるよね。でクレセリアでかくなんないのかな、トリックルーム下ででかくなんないってことはずっと自己再生でなんかやってくってあれなんですかね。トリックルーム、はい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 、ゆがな軸が元に戻る、トリックルームしてもう一回トリックルームするみたいな、そんな感じのお話なんですかね。ここは月の光、あ、ここでまたトリックルームなのか、もうわかんない、これ難しい。はい、木の実を食べる、月の光、クレセリア、これもなかなか、またトリックルームするのかな、ここで。いやーこれはね、これは向こうにも有効打がなかったらこれ地獄ですけどね。ムーンフォース、これといった有効打はなさそうですけど、 C がダウンしちゃったな。クレセリアどうしよう、2匹がかりで倒せなかったらえらいことになりますけどね。ダイマックス使わない、そしてかっこよ、急所でこれ弱い、一回下げちゃってもいいまであるといえばあるんだけどな、どのタイミングで下げるかですよね。ゴリラもかなり大事なので、あ、降参選ばれた。いや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 、クレセリア使うんだからさ、いやもうやめよう、あんま対戦相手批判みたいになってもあれだけど、クレセリア使うんだったら根性必要だと思うよ僕は。僕がクレセリアとかそういうポケモン使えないのは、そういうなんかもう持久戦に持ち込んでどっちが心折れたらみたいなのがやりたくないから使わないのよね。うん、だからクレセリア使うんだったらそういう根性と、なんだろう、無駄に使える時間が必要。はい、というわけで柳美美さん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、本命が来ましたね、ザシアン。いや、この環境の王になるというね、そんなポケモンですよね、マジでザシアン、マジで強いと思う。ザシアン無限大な2トップだと思うわ本当に。オーロンゲルギアホルードとかでいけるかな。まあ、ちょっとね、その連撃ウーラオスとか来ると少々苦しいですけどもよ。てかウーラオスはマジでそろそろ右上に水悪ってなんかもう書いといてほしい、そろそろいい加減もうちょっとね、ポケモン25周年の日も迫ってるということで、ラオスさん、ラオスさん来たか。ラオスさんはね、これどっち、未だに見てもよくわかんないんですけど、僕水ね、水か、まあどうしてくるんだろうね。ここはとりあえずソウルクラッシュで、あ、デンジャーでよかったかな、ここ、ここデンジャーでよかった説あるかな。まあ、水流連打一発ぐらいは耐えると思いますけどね。耐えるよな、耐えるよね、耐えるんだよね。いやー強すぎね、この生き物。こんな強く、あ、玉か、はいはい、なるほど。玉だったら逆にここワンパンっていう可能性もないわけじゃないけど、無理でしたと。はい、ありがとうございます、本当にありがとうございました。ここはね、電磁波か壁か、まあここはでも壁でいいかな。相手物理特殊どっちを、あー、でもこれ絶対あれだな、リフレクターだ、ほいと、まあ、これで最低限の仕事はできたかなと。水流連打と、ほいと、玉裏押し強いね、オーロンゲね、結構耐久振ってますからね。それでこのパワー出されると、うん、ここはもうルギア展開でいいでしょう。ダイジェット積んでいきたいんで。ルギアもね、耐久はかなりあるんですけど、素のねスピードはそこまである方じゃないんで、ダイジェット積んでいきたい。できればね、悪事持ってないやつだといいですけど、まあ持ってるわな、玉ウーラオスなんて。
はいはい、このかっこいいねルギアがね大きくなりますよと。ほんとルギアなんてねどんだけ大きくなってもいいって僕の中で言われてますからね体の大きさに対して絶対翼はちっちゃいわ絶対もっと大きな翼ないと飛べないよねこれ。こんな手ぐらいの、おっと、ダイジェットで行けたっていうかアクアジェットがなかった。ほう、アクアジェットがないタイプのやつ、これはありがたいでございますな。とりあえずこれでね1有利は取っていったので、はい、誰ですかこの H は。あら、風船、え、風船じゃない、風船じゃなかったよね。ねえねえねえ、風船じゃなかったよね。じゃあ僕ダイアースでいけるっぴ。あららら、いいんですか、いいんですか、いいんですか。風船って出てなかったよね本当に。ねえ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 、風船はもうずっとなんか CG で表示しといてほしい。風船と型破りはマジで。ギフリさんお願いします。あらら、ここででもこいつ大きくするってことはですよ、多分あれよな、ラス1はザシアンってことだよね。おいと、さすがにルキアのパワーじゃ4倍ついてもこのでかいヒードランは落とせないですけどね、まあ、それでもねこれで D が上がるんでヒードランの攻撃もねしっかり耐えていけると。ほら、もう全然効かないルギアだってもともと D がめちゃくちゃ高いですからね。特防種族値154ありますからね。お、食べ残しか、なるほどね。残飯ヒードランもね昔はよく見ましたけどね、毒毒を没収されてからやっぱちょっと厳しいよなその辺は。ほいと、お、ちょっと足りん、食べ残し分足りん。ただまだダイバーまだ大丈夫だと思う。 D は1段階上がってるんで OK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 、 よし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 、これはもうそんなに変なことせずに第一の力連打でいいかな。そんなに交代読みで打ちたい技もないし、っていうか裏ザシアンじゃないかなって睨んでるんで、まあザシアンだった場合はですよ、ていうかあれだよね、やっぱりルギアの弱点保険はねなかなかやっぱ発動させてもらえない。いいと、まあ、本来ザシアンの方が素早さ高かったような気がしますけど、ルギアがねワンジェット積んでおるのでこれは上が取れるっちゅうお話ですな。おら、ルギアの第一の力いいよな、全然効かねえ全然効かないっちゃ、ミラクル効かないっちゃこんな効かんかねえっていうぐらい。あぶね、こいつは本当巨獣さんは本当ねずるよ。いやね、この伝説 VS 伝説ってこの環境ね、今後このね魔環境あれですかね、恐ろしいことに3ヶ月続きますからね、ちょっと長いよねマジで。だからどうしよっかな、デデンネとか活躍させられんのかなこの環境でデデンネ使いたいですけどね、デデンネデデンネで本当にそれこそ順伝じゃなくて伝説を倒したいですけどね、まあ、そんなこんなでね、さすがにタスキ持ってるホルードが残っているので、これは勝ちかなと思います。いやね、ホルードはね、まあ、伝説よりも強いポケモンなんで、伝説よりも強い伝説のウサギ、インファイト、いい技をお持ちで、まあ、ただねこの気合のタスキというね伝説ポケモンよりも強いこの伝説のアイテムがねありますので、まあ、そこはあしからずと。いやまあね、さすがにこのホルード、まあ、こんな犬頃には負けませんよと、そんな感じでございますな。はいはい、というわけでね、対戦ありがとうございました、まあ、そういうわけでね、まあ、ちょっとこのルール3ヶ月っていうのは長いんですけど、まあそれでもね伝説ポケモンいろいろね、今までやっぱこの竜王戦とかあっても普通のねレート戦ランクマッチではね使えることってなかったんで、やっぱこの環境ね
まあちょっと楽しんで、まあいろんなね伝説ポケモンね、なんか面白い方とか発明して、なんか皆さんにね共有できたらなと思っておりますので、今後ともねよろしくお願いいたします。ではでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではでは、お疲れ様でした。失礼します。